てこの時期の木島平村のおすすめのお野菜は何ですか？キュウリですね。キュウリ、夏ですね。そうですね、やっと夏野菜が入ってくるようになりましたので、はい、木島平のキュウリはどんな特徴があるんですか？はい、やっぱりあの歯ごたえはもちろんですけど、みずみずしくてとても美味しいキュウリですね。見るからにみずみずしいという感じがしますよね、はい、でまた色がとっても濃くて、はい、美味しそうですね。そうですね、ぜひ食べてみてください。はい、さあそれではいただきます。はい、どうぞ。まずはこちらのスティック状の方からいただきます。はい、このマヨネーズの盛り付けもなんか可愛らしいですね。お花みたいになって、いただきます。うん、あ、シャッキシャキですっごくみずみずしいですね。うん、本当に噛むのが楽しくなっちゃうように、シャッキシャキシャキといい音がしますね。夏のお野菜でやっぱりね、このきゅうりは熱を冷ます効果もあるので、うん、ぜひ食べてください。なんかこう一本丸ごと一本ですね。さあそしてこちらはどういったものなんですか？こちら黒酢と蜂蜜で漬けたものなんですけど、はい、黒酢、おー、いただきます。あ、確かにほんのり色がついてますね。そうですね、こちらもシャッキシャキで、よく味が染みていて、こう黒酢のツンとくるのかなと思ったんですけど、優しいですね。大丈夫です、うん、はい、でなんかほんのり甘みも感じるんですけど、はちみつが入ってるので、うん、やっぱり甘みがあるんだと思うんですけど、なんかこうおつまみにも、うん、ご飯のお供にも良さそうですよね。はい、先ほどおっしゃってましたけど、確かにキュウリって体の熱を冷ましてくれるから、夏には欠かせないお野菜ですよね。そうですね、もちろんあのサラダや浅漬けはもちろんなんですけど、うん、あと炒めたりするとまた食感が変わって、それも美味しいし面白いと思うので、ぜひ試してみたい、いただきたいなと思うんですけど。きゅうりを炒めるっていうのはどんなお料理が？そうですね、豚肉と一緒に炒めたり、ごま油とオイスターソースとかで、そうするとちょっと美味しい感じで、またさらに違うきゅうりが楽しめるので。はい、きゅうりこう熱を通すっていうイメージがあまりなかったんですけど、そういういただき方もいいですね。はい、こうきゅうりっていうのはいつ頃までが旬なんですか？そうですね、夏はあると思うんですが、まあ、たまにあの、まあ、天気の関係でない時もあるかもしれませんが、夏を通して9月ぐらいまであるかなと思うので、ぜひ、はい、ぜひ皆さん木島平のきゅうり召し上がってみてください。今日ありがとうございました。ありがとうございます。遠く望む北アルプスの雄大な山々と、四季折々に移りゆく木島平の大自然が一望できるマグセ温泉望郷の湯。温泉からの眺望の良さは格別で、日本経済新聞雪景色の素晴らしい温泉東日本の部で第1位にランクされました。